ておりますね。モナレコードの中でお越しいただいてますね。OFにもずいぶんお世話になったんですけども、大森くんです。残像カフェの大森くんにせっかくなので一緒にやってもらいます。大森くん多分後で自分のステージやると思うんですけど、大江くんとのエピソード何か、大江くんといえば、あ、そんなことあったなとかそういうエピソードあります？ちょっと人任せにしてるんですよ。あのね、うん、まあ今だから言うんだけど、今だから言う、もう言っちゃうの、いいのととかなくて、大江さんね、最初の頃は結構こうハウリングとかすごかったんですよ。技術面の話ですか？そっか。あのね、最終的にっていうかもう2年ぐらい前の時点で、うん、もう俺リハなしでもう本番ぶっつけでもうすごい良かったんで、うん、で、ああすごいなって思って。でも最初はもうハウリングヒーさんだったんです。そこ強調しないでほしい。俺ね、じゃあそのテクニック的な面じゃ人間面で言うとね、あの大江くんに最初にね、こうモナで会って、その3日後くらいに、あの慶応井の頭線で隣のドアで、あ、大江さんだと思って必死にこうやってこうアピールしたんですけど、はいはい、絶対こっちの方向いてくれなくて、で次モナ行った時、あの大江さん井の頭線乗ってたでしょって言って、あ、俺割とそうよっていうふうに軽く言われて、あれはちょっとね、シャイなのかクールなのか、そう、分かんなかった。大江くん、オランダから帰ってきたらまた楽しいこと一緒にやりましょう。よろしくお願いします。じゃあ、そうです、大江くんと出会った町の歌を、町という歌を大森くんと一緒に、大江くんと町の歌を一緒に混ざってるけど大丈夫。違うけど、ちょっとチューニングしようかな、ね。もっと前のことだけど、その街でしばらく暮らした。どうしてもその街じゃないといけない理由